高松琴平電気鉄道線系電車。高松琴平電気鉄道線系電車。高松琴平電気鉄道線型電車及び3000系電車。5000系電車は、高松琴平電気鉄道が保有する通勤系電車である。いずれも、同社琴平線の前身である琴平電鉄が開業期に新造した車両である。3形式とも2007年5月12日に、 産業考古学会より推薦産業遺産に選定され、また2009年2月6日には経済産業省より近代化産業遺産に認定された。2019年5月5日の特別運行後、2020年以降の旧型車の廃車計画が発表され、全車助籍席の上、3000系300号以外の車両は保存先が決まらない限り解体されることが明らかにされた。 1926年に社会社製、両運転台の制御電動客車で、琴平電鉄開業にあたり、100.110-120.130-140の5両が製造された。形式より一桁、少なく10番刻みの得意な不満方法については、申請当時の資料が残存しておらず、現在に至るまで不明とされている。15メートル級の半構成車で、 窓配置は C3-1D6D6D1 D D D で、前面は丸妻の貫通式。ノーヘッダ、ダンナシュウィンドウシルで、窓の上隅が大きな曲線になっていること、前面裾も隅が曲線になっている点が特徴である。製造時は、両端の客用ドアの戸袋窓は、楕円、屋上のベンチレーターは、水雷系、床下には、トラス棒を装備していた。また、 当時、米国、英国製、またはそのライセンス契約による国内製が多かった伝送品にドイツのアイグ製のものを使用していることも特筆される。製造当初、パンタグラフは琴平よ寄りに設けられていたが、昭和20年代に高松寄りに改められている。その後、1966から1967年に実施された大規模な更新工事により、 客用窓はアルミ差ししか、戸袋窓はすべてエッジゴム指示の区形に改められた。前面の微灯は移設の上に灯に増設されている。この時までに床下のトラス棒は撤去されている。屋上の水雷型ベンチレーターは小さな筒型のものになり、パンタグラフは再度、琴平よりに変更された。その後、琴平線2020型などの18メートル級大型車が、 増備されたことにより、1972年に100.120140が、1976年には110.130が、指導線に転属。その後は1976年に、河川電圧が昇圧された、長尾線も使用されている。しかし、1976年8月1日に、今橋駅松島二丁目駅間で発生した。 列車同士の正面衝突事故で110.140が廃車となった。現在に至るまでことでん史上唯一の有席事故による廃車である。残る3両は全面貫通扉及び客用扉の変更、全消灯のシールドビーム化などが実施された。1994年の四度線分断以降は全社長尾線の所属となった。この間の1988年に 鉄道ともの会より、エバーグリーン賞を受賞した。600系、700系の導入で、1998年に130、1999年に100が廃車され、残った120は、主にやさら主事の増結用となった。100の運用離脱は、コトとンオリジナル形式のトップナンバー車で編成が、組まれたサヨナラ列車が運転され、 多くのファンや地元住民が乗車、撮影を楽しんだ。そのさよなら運転の終盤に100はドアが開かなくなる故障を起こし、まさに力尽きる形で不通生産工場へと改装された。ただしこれに関する苦情は一件も上がってこなかったという。120は2007年7月31日午後に実行された長尾線大型化。 車両全面冷房開口は、胴体保存車となった。胴体保存車となって、以降は3形式ともサボ受けが撤去され、過去に使用されていた引き掛け式の行き先表を使用している。なお、台車と主電動機に関して、胴体保存開始直後は、オリジナルの汽車会社ボールドウィン78系、9系イコライザーと、アルゲマネ車線アセルマイナス 323B。 4 8 5キロワットの組み合わせだったが、2007年11月に65が、廃車となった後に同車が履いていた阪神電気鉄道881系由来の川崎車両ボールドウィン系、優雅タイコライザーと、東電気製 t d k 5 9 6 f r 8 0ットに履き替えている。1926年日本車両製。 両運転台の制御電動客車で1000系同様、琴平電鉄の開業に際し、300.315、325.335、345の5両が製造された。トップナンバーの300以外は1000系の末尾例に対し、末尾5の車番となっており、さらに得意な不番方法となっている。15メートル級の半構成車で、 窓配置は C3-1D6D6D1 D D D で、前面は丸妻の貫通式。ウィンドヘッダー及び段付きのウィンドウシルがあり、窓の上隅は通常の直角である。製造時は両端の客用ドアの戸袋窓は楕円。床下にはトラス棒を装備していた。伝送品などは線型と共通であるが、台車は墨とも金属製 ST-19。 休憩イコライザーを履いていた。パンタグラフは製造当初は高松寄りに設けられたが、昭和20年代に琴平寄りに変更された。1961年、当初四導線に配属予定だった20型が琴平線配置になった関係で、順次四導線に転属する。1966年から1967年には1000型と同様の更新工事を受けるが、 この時に315のみ乗務員室の拡張が行われ、窓配置が 2D5D6D1 左右点対称に変更された画像参照。315が胴体保存者に選ばれなかったのはこのことが原因とされている。1976年以降は長尾線でも共用されるようになり、また全面貫通扉及び客用扉の変更が実施された。 1983年には、琴平線から転属した17メートル急制御車、8 6 0系、8 8 0系、8 9 0系を、牽引するために、主電動機の増強と台車の振り替えが335と345に対して実施され、名古屋鉄道由来のブリル 27MCB2A と、三菱電気製メガバイトマイナス 98A、98 A 7 4 6キロワットの組み合わせとなった。1986年夏には345が映画24の瞳撮影用に開業時の茶色一式に塗色変更を受け、撮影終了後の11月に元に戻された。1994年の指導線分断以降は、300.315325が長尾線所属、335.345は、 指導ン所属となる。2003年のラインカラー導入時、325は一旦緑のツートンに塗り替えられたものの、直後にイベントで好評だった茶色ツートンが旧型車標準色として追加となったため、営業に就くことなく再度塗り直された。また、2003年までに300.315325についても、台車の履き替えが実施され、 最終的に早期に廃車となった345を除く4両が、阪神電気鉄道881系由来の、川崎車両ボールドウィン系、夕方イコラザーと、東洋電気製 TDK-596FR80kW の組み合わせとなった。その後、600K、700K の増備により1999年10月に345が、 2006年10月には325が廃車解体された。335は2006年12月をもって営業運転を終了したが、国道11号に2007年8月に開業した道の原平の里群れ、高松市群れ町原に生態保存されている。315は2007年7月31日、午前の休憩車最終定期運行に300とともに重道された後、 2007年8月11日12日に行われたさよなら運転を後に運用を外れて廃車解体され、台車はデカい1型に流用された。300は2003年に両端のク袋窓を製造当初の丸窓に復元しており、長尾線大型か車両全面冷房開口も胴体保存されている。2010年3月に琴平線の前身である。 琴平電鉄開業時の茶色一式のオリジナルカラーに復刻されているが、前日の通り開業時から全消灯、貫通扉、客扉、屋上通風機が交換されている。開業後の造備車で1928年、加藤車両製、変運天台の制御客車として500.510-520の3両が製造された。15メートル級の半車で、 窓配置は F3-1D6D6D1 で、前面は平ラズマの貫通式。この形式から貫通扉が引き戸となり、以降多くの在籍車両がこの構造を踏襲している。ウィンドウシール、ヘッダー付きで窓の上隅は小さな曲線になっている。なお、線形、3000型と異なり戸袋窓は製造当初から四角である。 1953年、日本国有鉄道から譲り受けた制御車の2000系、6000系の入線により、琴平線は、電動車不足に陥った。このため、本形式は、両運転台の制御電動客車に改造された。台車は、低都高速度交通営団から譲り受けたものを、使用し、パンタグラフは、高松寄りに取り付けられた。また尾灯は、女子川倉庫に伊藤から、 両端の窓の上に一頭ずつに改められた。なお、510の高松より前面及び、乗務員室付近は、過去に、普通生産工場で、デカ型が暴走して、激突、破損したため、ノーシルノーヘッダーの姿に復旧改造されていた。主電動機の出力が高かったため、1000系、3000型が、指導線に転出した後も、こと平線で、 主に増結用として使用された。1976年に510は長尾線に転属。残る2両は、琴平線と長尾線の転属を繰り返したが、1985年に1070系の導入により520は廃車。また1990年頃に500も長尾線の専属となっている。1998年、700系の導入で510が、 廃車となった。500は営業用車両では最後まで旧標準色であるピンクアイボリーの塗色で残っていたが2007年2月3日のイベント後定期検査のため普通生産工場に入場、茶色アイボリーの休憩車職に変更された。検査出場後はイベント用として胴体保存されており台車と手電動機については 名古屋鉄道由来の日本車両製ボールドウィン78-30、夕方イコイザーと東洋電気製 TDK596、6 0ットの組み合わせとなっている。これは1998年に130が廃車となった際に同車から年出されたものである。なお、本形式が制御車時代に履いていた台車については、伝送された上で、デカ型が2007年まで履いていたが、 デカ型の更新工事で廃棄されることになり、個人の手で保存されている。胴体保存車となってからは、高松区をよりの全便に着脱可能なヘッドマーク、取り付け用のステーが装着されている。ことでの車市、60年の歩み、1970年によると、開業当時、車両の立派さから乗客が下駄を脱いで車内に入ったことがあったという。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。